この動画ではすぐできる電気代節約方法について解説します。電気代を節約するにはいくつかの方法がありますが、誰でも簡単にできる節約術を紹介していきます。最初に基本的な家電の節約方法から見ていきましょう。使わないときはコンセントを抜く。コンセントにプラグを挿しておくだけでも家電は待機電力を消費しています。外出するときはコンセントから抜くようにするだけで節電・節約が期待できます。特に挿しっぱなしにしがちなスマホの充電器は使うときだけコンセントに挿すようにしましょう。省電力設定を利用する。最近の家電には省電力モードなど電力消費を抑える機能があるものが増えています。せっかくの機能なので活用して節電に役立てましょう。長く使い続けている家電も思い切って省エネ家電に買い替えることで節電・節約につながるケースもあります。電気の契約プランを見直す。引っ越しなどで住み始めた時に契約した重量電灯プランのままという人も多いと思います。普通に使っているだけなら気にならないですが、節約を意識するなら電気料金プランの選択は見逃せません。重量電灯のような標準プランから適切な契約プランに変更するだけでも電気代を大きく節約できる可能性があります。続いて、夏と冬に使うことが多いエアコンを中心によく使う家電の節電方法を見ていきましょう。使用頻度も高く冷暖房機器の中でも電気代が高いと言われているエアコンの節電方法です。設定温度の見直し。夏の室温は28度、冬の室温は20度にすることが推奨されています。設定温度を1度緩和した場合の消費電力量は冷房時で約 13%、 暖房時で約 10% 削減されることを意識して設定温度を見直しましょう。フィルターの掃除。フィルターが汚れていると冷房効率が落ちるので、エアコンのフィルターは定期的に掃除しましょう。サーキュレーターや扇風機の併用。サーキュレーターを使って部屋の中の空気を循環させることで効率的に冷房・暖房が使用できます。室外機を確認。エアコンの室外機の周りに物を置かず、網目状の金属板をきれいにしておきましょう。自動運転モードを使用。エアコンの自動運転モードは室内の温度に合わせて自動で調整してくれるので過度な運転を防止できます。頻繁にオン・オフをしない。エアコン起動時の電力は意外に大きいので頻繁にオン・オフせず、使用中は設定で調整しましょう。風向きを変える。暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へ下がる性質を利用して暖房の風向きは下、冷房の風向きは上に設定しましょう。断熱シートや断熱カーテンを使用。ホームセンターなどで入手できる断熱シートや断熱カーテンを併用すると冷気・暖気が逃げるのを防げます。カーテンを閉める。特に冬場はカーテンを閉めておくことで部屋の空気を冷気へ接触させることを減らせます。次に、夏場に使用頻度が増える冷蔵庫の節電方法です。温度設定を変える。冷蔵庫の設定温度を強から中にした場合、年間で 61.7kW 節電できると言われています。食品を詰め込みすぎない。冷気の流れが悪くなってしまうので食品を詰め込みすぎず、冷蔵庫の庫内が見渡せるぐらいの適度な量にしておきましょう。開閉回数や時間を短く。扉の開け閉めの回数や時間が長くなるともう一度冷やすために電気代がかかってしまうので、冷蔵庫の扉の開け閉めはなるべく少なく短くを意識しましょう。次に、ついつけっぱなしにしてしまうテレビの節電方法です。主電源はオフ。テレビを見終わったりゲームが終わったらテレビの主電源は切りましょう。リモコン待ちの状態では待機電力を消費しています。画面の明るさを調整。最近のテレビには自動明るさ調整機能がついていたりしますが、画面が明るすぎると消費電力が高まってしまいます。明るさを抑えめに設定するのもおすすめです。最後に、意外に盲点のトイレの節電方法です。温水洗浄便座の蓋は閉める。温水洗浄便座の蓋を閉めるのはもちろん、保温機能が必要ない夏は設定の見直しをしましょう。便座暖房や洗浄水の温度設定。便座暖房や洗浄水の温度設定を低や弱にすると
消費電力を下げ、節約効果が見込めます。最後にまとめです。今回はすぐできる電気代節約方法について紹介しました。家にいる時間が増えると電気を利用する機会や量も増えますが、少しでも使用電力を抑えて電気代も節約できるよう、できるところから対応していきましょう。家計費の節約には長く節約効果が期待できる通信費などの固定費の見直しもおすすめです。インターネット回線の利用料金や充当できるアットニフティ使用券や 1.5 倍で交換できるニフティのポイントサイト、ニフティポイントクラブを賢く利用して効率的にインターネット料金を節約していきましょう。いかがだったでしょうか。この動画が良かった、参考になったと思ったら、動画にいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。